プリンセス、エリザベスのペットだったんだね。うん、ちょっとびっくりしたけど。プリンセス、だからエリザベスのハンカチとか音楽プレイヤーの前にいたんだ。そうか。ねえアシュレイ、エリザベスのことより早くパパの会社に行こう。うん。あ、そうだ、マシュ、シャーロットさんに時計台の鍵返しに行かなくちゃ。パパの会社に行く前にシャーロットさんの家に寄って行こう。うん、鍵を返しに行こう。エリザベスに追いついちゃいそうだけど、なんでこっち戻ってったんだろう、エリザベス。プリンセスって名前つけるの面白いね。なんでプリンセスって名前にしたんだろう。ここを曲がる。あ、車がないよ。出かけてんのかな。アシュレイ、誰だ。え、トミーだ。一人？アシュレイじゃないか。ねえ、店番しないの？なあ、エリザベス見かけなかったか？エリザベスならさっき会ったけど、きっとまだその辺りにいると思うよ。そうか。トミー、エリザベスと何かあったの？ちょっとね、俺エリザベスに言ったんだ。お前が親父さんのことでイラついてるのはわかるけど、バンドのことは真剣にやれって。俺たちと本気で音楽やってつまらないことは忘れろって。そしたらあいつバンドやめるって言い出して。トミー、エリザベスをやめさせないで。え、きっと本気で言ってるんじゃないの。エリザベスはパパのこと本気で悩んでるの。だから分かってるさ、そんなこと。ずっと付き合ってきたんだから、あのわがままなやつに。あいつ小さい時から意地っ張りで、それでいて寂しがり屋で、だから女の子って面倒なんだ。ああ、その通りだ。エリザベスにバンドはやめさせないよ。俺のギターとサムのドラムとエリザベスのボーカル、どれ一つが欠けても俺たちのバンドじゃなくなる。うん、じゃあまた。サムはどこ行ったんだ、探してんのかな。すみます、ボブがいない。シャーロットさんち遠いよな。このまま進んでいきます。家に行こう。これだけ畑持ってたら育てるの大変だろうね。あ、マッシュは連れてきたことなかったか。入ります。トントンか、トントン。こんにちは。誰だい。アシュレイです。
ああ、あんたかい。ちょっとお待ちよ。いいよ、お入り。はい。では入ります。お邪魔します。シャロットの家のリビング。ちょっと座らせてもらうよ。話そう。アシュレイ、時計台の鐘の音聞こえたよ。ありがとう、時計を動かしてくれて。うん、よく動かせたね。時計台の戸棚の中からベンジャミンさんの日記を見つけたの。それに機械を動かすための手がかりの図が書いてあって。そうかい。うん、アシュレイが出して写真を撮って、それで分かったの。出す？なんだいそれは。アシュレイのパパが開発した機械だよ。アシュレイのパパ科学者なんだよ。そうだったのかい。ところで坊や、あんたは誰だい？まず名乗ろうか。シャーロットさん、この子がマシューよ。おお、あんたがマシューなのかい。こんにちは、シャーロットさん。すっかり熱も下がったみたいだね。うん、元気になったよ。シャーロットさん、ありがとう。どういたしまして。シャーロットさん、これ返しに来ました。ああ。どうもありがとう。マシュー、あんたはパパの手がかり見つかったのかい？うん。時計台でパパが持っていたものが見つかったの。パパ、きっと時計台にいたんだよ。そうかい。マシュー、私はね、あんたのパパに会ったことがあるんだよ。そう、まだ小さかったあんたにもね。うん、僕パパとここに来たよね。そうだよマシュー、あの時もあんたは熱を出して私の薬を飲んだんだよ。うん。ねえシャーロットさん、マシューのパパはシャーロットさんのところに何をしに来たの？謝りに来たんだよ。謝りに来た？聞こう。マシューのパパ、シャーロットさんに何を謝りに来たの？私の庭を荒らしたことを謝りに来たんだ。庭を荒らした？ああ、あん時は畑の野菜が全部引っこ抜かれて、それから温室の中もめちゃめちゃにされてしまってね。パパは
どうしてそんなことしたの？あんたのパパがやったんじゃない。あんたのパパが経営していたクルーソリゾートっていう会社の社員がやったんだ。なんでそんなことしたんだ。あんたのパパはそれを知って私に謝りに来たんだよ。マシュのパパの会社の人、どうしてそんなことをしたの。私をこの土地から追い出したかったんだろう。あの頃クルーソーリゾートはこの辺りの土地を全て買い取っていてね。土地を売らなかったのは私だけだったんだよ。嫌がらせでもすれば一人暮らしのばあさんは怖がって出ていくだろうってね。ひどいよそんなこと。マシュー、あんたのパパはそのことを知って私に謝りに来たんだよ。マシュー、あんたのパパは私とは考え方が全然違う人間だったけれど、自分の目的のために悪いことを平気でやるような大人じゃなかった。あの時私は初めてマイケル・クルーソーって男に会ったけど、この男はまともな人間だって分かったよ。だから私は今でも信じちゃいないよ。クルーソーリゾートについてのあの噂のことは。あの噂？噂。シャーロットさん、あの噂って何のこと？クルーソーリゾートが湖の水を汚したってことだよ。この辺りの人間はマシューの父親がジュリエット・レイクで、リゾート開発を始めた時にはみんな大喜びでね、リゾート開発に大賛成だったんだよ。ところがクルーソーリゾートの開発が進んで観光客が増え始めた頃、湖の水が汚染されていることが分かってね、その汚染の原因はクルーソーリゾートのせいだってことになったんだ。どうしてマシュのパパの会社のせいになったの？さあね、何が根拠でそんな話になったのかは知らないけれど、湖の汚染の噂はすぐに世間に広まって、せっかく集まり始めていた観光客もあっという間にいなくなって、それまで開発に賛成していた人間たちもリゾート反対の立場に寝返ってしまって、マシュー、あんたのパパの味方は誰もいなくなってしまったんだ。パパ。シャーロットさん、それって5年前の話なんだよね。そうだよ、5年前のことだよ。5年前にはいろんなことがあったよ。結局リゾート開発は中止になってしまって、時計台であんなことが起きて。あんなこと？聞こう。シャーロットさん、あんなことって何？もしかして噂のこと？そうだよ。ねえ、時計台で何があったの？アシュレイ、時計台の噂のこと、マシューに話したのかい？うん。
ねえアシュレイ、教えてよ僕にも。マシュー、聞きたいかい？うん。マシュー、5年前あの時計台の最上階から人が落ちるのを見た人がいたそうだ。え、人が落ちたの？本当に時計台から人が落ちたかどうかはわからないんだよ。でもそういう噂はあっという間に広がってしまってね。おまけにその噂を聞いた人たちの間でもっとおかしな噂が広がることになったんだ。シャルトさん、おかしな噂って何？時計台から落ちた人が幽霊になって夜な夜な湖の近くに現れるという噂だよ。幽霊。あの湖に幽霊が出るなんて信じられないよ。でもどういうわけかあんな噂を信じる人たちも大勢いてね。あの時は時計台に誰も近づかなくなって悲しい思いをしたもんだよ。私があの時計台を閉めてしまったのはあの噂のせいだよ。マシュ、私はあんな噂なんて信じたくはないけれど、時計台にはそんな噂があったんだね。そうなの、マシュ。アシュレイ、早くパパの会社の後に行こうよ。パパの行方の手がかり、何か見つかるかもしれないもん。時計台を調べて何かお母さんのことが分かったかい？分からなかった。でも時計台の鐘の音聞いたらママのことを思い出せた。そうかい。アシュレイ、あんたお母さんには会いたいかい？会いたいか会いたくないか、また会いたい、わからない、また会いたいを選択します。また会いたい。そうかい。アシュレイ、きっとあんたのお母さんもあんたに会いたいと思っているよ。アシュレイ、あんたのお母さんはどんな人だったんだろうね。私ママのこと少ししか覚えてないから、ママがどんな人だったのかなんてよく分かってないかもしれない。そうかい。でもここに来てママのこと知ってる人に会うことができて、ママの話聞いたの。それでね、そうだ、シャーロットさん、これを見て。ママが日本にいた時、ママのママからもらった万華鏡なんだ。おお、綺麗な万華鏡だ。筒の模様は桜の花かい？うん、万華鏡を覗くとそこにも桜の花びらが見えるの。アシュレイ、知ってるかい？それはチェンバー万華鏡なんだよ。チェンバー、チェンバー万華鏡。この万華鏡には筒の先にチェンバーという部品がついているんだ。
よく知ってるね。ジェンバを取り替えるだけで見えるものが違ってくるんだよ。そうなんだ。そうだ、アシュレイ。なに？シャロットさん。私もチェンバー万華鏡を持っているんだよ。ちょっとこっちへおいで。ついてこう。寝室。鏡台の右側の引き出しの3番目を開けてごらん。自分で出してくれるわけじゃない。3番目、右向いてここかな。3番目、引き出しがある。この引き出しは違うよね。ここじゃないんだ。こっちかな。古い鏡台の左右には引き出しがついている。シャロットさんが言ってた引き出しはこれかな。あった、これか。中には古い万華鏡が入っている。これがシャロットさんの万華鏡なんだ。こっち。中にはチェンバーが入っている。あった、これかな。シャーロットのチェンバーを手に入れました。そうだ、それがチェンバーだよ。そのチェンバーをあんたが持っている万華鏡にはめてみてごらん。戻る戻る。アイテムアイテムアイテム。チェンバー組み合わせる。万華鏡チェンバーを入れ替えてみよう。あー、なんか模様が変わった。桜じゃなくなったね。蝶々かな。綺麗な蝶が見えた。万華鏡を持っています。桜のチェンバーを外しました。離そう。離す。綺麗な蝶が見えたよ。そうかい。シャロットさん、万華鏡って不思議。中を覗いて筒を回すだけで面白くて綺麗な模様が見えてくるし、それに万華鏡を覗いているとなんだか幸せな気持ちになってくる。きっとあんたのお母さんも万華鏡を見てそう思ったんじゃないのかね。ママが？そうだよ、アシュレイ。万華鏡には昔から人の心を癒す力があると言われているんだよ。万華鏡を覗いていると人はなぜか辛さや悲しみを忘れることができるんだ。なんて便利なんだ万華鏡って。シャロットさん、私のママはこう言ってこの万華鏡を渡したの。どんなに寂しい時もこれを見たら温かい気持ちになれるって。アシュレイ、そのチェンバーあんたにあげるよ。いいの？ああ、アシュレイ、
あんたに見せたいものがあるんだよ。ちょっとお待ちよ。見せたいもの。ん？ほら、これだよ。何？あ、そうだ、このブランケット、あの時ママが私にかけてくれたんだ。ブランケット、私、ママがかけてくれたこのブランケットのこと覚えてる。アシュレイ、え、このブランケットはオリビアが生まれると分かった時に折ったものでね。アシュレイ、私にとってはあんたの万華鏡のようなものなんだよ。どういうこと？あんたがお母さんの万華鏡を見て温かい気持ちになるように、私もこのブランケットを見るたびにとっても温かい気持ちになるんだよ。オリビアが大人になってもこれだけは捨てられなくてね。そうなんだ。昔は散歩の時に持って行って膝掛けに使ったりしていたけどね。そうだ、こんなこともあったよ。あれは10年、いやもっと前のことだった。まだ主人が元気だった頃のことで、私は時計台で仕事をしている主人にお茶を届けに行ったんだ。そうしたらその途中で小さな子供を連れた女の人に出会ってね。子供連れの女の人？ああ、その人は黒い瞳をした東洋人で、眠くてむずかる子供を抱いていたんだ。私はその人にこのブランケットを貸してあげたんだよ。これでその子を包んでおやりなさい、きっと静かに寝てくれるよって言ってね。それで子供はこのブランケットに包まれたらすぐにおとなしくなって眠り始めたよ。とっても安心した顔をしてね。私はその人にブランケットを貸したままこの場を立ち去ったけど、後で誰かに聞いてきたのか、夕方になってここまでやってきて、丁寧にお礼を言ってこのブランケットを返してくれた。そんなことがあったんだね。そうだよ、このブランケットにはいろんな思い出があるんだよ。きっとあんたのお母さんの万華鏡にもいろんな思い出があることだろうよ。お母さんの思い出の品、大切に押し。うん。あ、もういいの？急に出て行ったが、シャロットさんが待ってるから早くリビングに戻らなきゃ。
はいはい、じゃあこっち行きます。シャーロットの家リビング、マッシュ、なーに？あんたと話していたら、あんたのパパのこと思い出したよ。何を思い出したの？あんたのパパはここに謝りに来た時、あんたを連れてきた。あの時あんたはまだ小さかったから、パパと私が話しているとすぐに退屈してね、ぐずり出したんだよ。そしたらあんたのパパは持っていたカバンの中からおもちゃを取り出して、あんたにこれで遊んでいなさいと言って渡したんだよ。でもあの時あんたはそのおもちゃがどうしても気に入らなかったようで、そのおもちゃで遊んでくれなくて、あんたのパパは困った顔をしていた。あの時はきっとあんたはもう熱が出ていって、それでぐずったんだろうがね。シャロットさん、そのおもちゃどんなおもちゃだったの？ああ、確か車のおもちゃだったよ。あのミニカーだ。そうかい。あんたはあのおもちゃのこと覚えているんだね。うん。マッシュ、あんたのパパはあの時私にこう言ったんだよ。子供たちはどんどん新しいおもちゃで遊びたがるけれど、自分は古いおもちゃをどうしても捨てられないってね。古いおもちゃが捨てられない？そうだよ、マッシュ。あんたのパパはね、子供の頃とても貧しくて、おもちゃをあんたみたいにいっぱい買ってもらえなかったそうだよ。だから自分の子供にはおもちゃをたくさん買ってやったんだ。でもおもちゃをたくさん持っている子供は古いおもちゃなんかには見向きもしない。でもあんたのパパはどうしてもその古いおもちゃを捨てられなかったんだよ。そうだったんだ、マッシュ。パパに会いたいかい？うん。そうかい。マッシュ、あんたがどうしてもパパに会いたいと思っているように、きっとあんたのパパもあんたにどうしても会いたいって思っているだろうよ。うん。アシュレイ、クルーソーリゾートの後行くのならこっちからお行き？行き方があるのか？うちの裏口から行けば近道だよ。あら、何度の裏口を開けてあげよう。何度？行ってみよう。何度？このドアから出ていけばクルーソーリゾートの後に行けるよ。シャロットさん、ありがとう。アシュレイ、あんた最後までマッシュの面倒見ておやり。うん。でも途中でマッシュを連れて行くことが無理になったら、
あの子をここへ戻しなさい。その時は私があの子を預かるよ。ありがとう、シャーロットさん。二人とも気をつけていくんだよ。うん。なんかめっちゃいい人になった。じゃあ行こう。